はい、それでは次の質問に移ります、はい。中学校卒業時の田中さんと現在の田中さん比較してみて、その間のその人間的成長がどのようなものであったかを教えてください。はい、私は高校3年間テニス部に所属してきました。チームの中でお互いを高めていくには率直に意見を言い合うことが大事だということになったのですが、実際それを実行していくうちに意見が衝突してしまったり、私の発言を相手が取り違えてしまうことなどがありました。私はそこから自分の言葉が人に与える影響の大きさ、相手に正しく意図を理解してもらうために言葉を選んでいくことの大切さを学びました。そして実際に相手に正しく理解してもらうために言葉を選んでいくということができるようになったと思います。以上です。